緊急事態宣言が全国に拡大されてから初めての週末を迎えた。今日、繁華街や人気スポットからは人影が消え、閑散とした様子になりました。東京や大阪などとともに、新たに特定警戒都道府県に指定された北海道百貨店の札幌三越は今日から当面の間、臨時休業となりました。周辺の人通りも少なく閑散としています。 また、普段は大勢の人たちが行き交う札幌市のたぬき工事商店街は、生活に必要なものを買い求める人たちの姿もまばらです。一方、愛知県による休業要請が始まった名古屋市の繁華街、栄の周辺です。商店街では多くの店がシャッターを閉じていました。百貨店では松坂屋が今日と明日は食品フロアを含め全館で臨時休業しています。